はい、どうもこんにちは、北野好きです。というわけで今日もやっていきましょう。ロマンシングサガ2体験版。で、ウォッチマンの巣へ向かう。どうやって行くんだっけ。地図はどうやって開くんだ。こっちか。はい、で、よいしょ、ウォッチマンの巣、これで行けるんだよね。あれ、よし、行くぞ。ウォッチマンの巣へ移動しますか。はい、さあ、今度はここで頑張ろう頑張ろう。もっとね、戦闘のスキルを磨いたり、いろいろやりながら。ちょっとやっぱ、ちょっと、やってみて思ったのは、マップが、見下ろし型でないと、気持ち悪い。なんでこんなことになっちゃったんだろう。いや、これはこれでいいんだけどね。うん、やっぱ最近はこうなんだよな。絵を押すと先生が来る。はい。じゃあ行くぞ、ウォッチマン落とし。なんかある？何もないな。あ、なんかある。あ、違う、向こうが消えるってことか。こっちは？トウ！よし、先制攻撃じゃないんだ。どれがいい？よし、すべきことはジェラールド。あ、そうか、ファイアボールをやってみるか。よいしょ、さ、強くなったこの辺り何か落ちて、あ、見つかった。よし、行くぞ。行くわよ。よいしょ、どうぞ。さ、さすがパパ強えな。なんか落ちてない？あ、なんかある。こっちの方には、よし、先生来い。ほん、これはチャンスでしょうか。チャンスです。よし、行くぞ。トゥ、狙った獲物は逃さないわ。トゥ、よし、よし、よし、健康に。よいしょ。あれ、任せてくれ。強いじゃん、こいつら。私の番だ。ウサギのくせに。いや、私の番だ。よし、帝国に勝利。おー、レオンもなんか強くなった。なんかあれさあ、先制攻撃っすよ。先手必勝。
よし。私の番だ。やった。もっと強くなれるかな。まあいいか。気になるのはね。今どこに乗ってた。パパの頭の上。ちょっと気になるのは敵が復活して出てこないんだよな。な、私に任せて。あれ？いや。なんか今なんでスキップしちゃった？我慢比べなら負けんぞ。はあ、狙った獲物は逃さないわ。あ、防御してたのか、ごめん。弓やろうとしたの。負けるわけにはいかないのよ。こっから落ちたらまた下行っちゃうとかそんなことはないだろう。こっち行くと行き止まり。おお、びっくりした。敵がいたのに気がつかなかったっす。モンスターです。見ていろ、ジェラール。どうだ。狙った獲物は逃さないわ。ちょっ、よいしょ。この調子で進もう。こっちもなんか、またこいつか。先制攻撃のチャンスだ。行くわよ。今よ。あ、ポイント？そこ。私の番だな。これだ。せい。え？ああ。覚悟はできたか。任せてくれ。やったか。いい戦いだった。まあ順調にレベルは上がってるっつうのかな。これ野獣の爪剣。これそれでどっち行けばいい。こっちから来たのか。こっちから来たんだっけ。そうだよね。よし、この隙を叩く。やった、やったわ。はあ、行くぞ。よいしょ。よし、せい。私に任せて。帝国に勝利。よし、この辺に何かあるかと思ったら何もなし。よし、なんか先制攻撃当たりまくりじゃん。任せてくれ。このさ、この武器のその攻撃の前にあの吹き出し、これはなんかひらめくってことなのかな。ひらめきやすい。どうなんだろう。どうだ、私の番だな。どうだ。よいしょ。やった。やはり戦いが好きだよね。多分どっかでそういうメッセージが出ていたと思うんだけど見落としてるんだな。何もないっす。いくぞ。先生、攻撃効かないかもしれないと思ったけど。チャンスでしょうか。狙った獲物は逃さないわ。やったわ。よいしょ。スペリー、私だってやれる。倒した。
チャンス。負けるわけにはいかないのよ。あ、なんか落ちてる。結構先があるんだね、ここ。ここ登る、登れるの？登れるっぽい。あ、これどっち行く？え？こっちってことか。ちょっと待って、マップ。あれ？細かいマップってないの？あ、フィールドマップは Y。どっち？こっちから来たわけで、こっちとこっち。どっちから行こう？この下なんかね。いや、何もねえじゃん。あ、宝箱。先制攻撃のチャンスだ。よっ。お、ひらめた。糸ブレイク。あ、久しぶり。あったな、糸ブレイク。やったか。ひらめいたぞ。ひらめた。パリー。これだ。パリーってこういう技？た、覚悟はできたか。どれ。どっちがいい？剣。どういうの？こいつなんか、やりづらそうな。まあ、いや、倒した。負けるわけにはいかないのよ。なんかテレーズが最後に出てくる多いな。あ、びっくり。いや、ちょっとびっくりした。マジで今びっくりした。こいつは術使えないんだな。連携巻きボールってないの？よし、父上。やっぱりこっちだ。よし。気づかれていないように。うん。やっ。うん。私の番。よし。我慢比べなら負けんぞ。どう。
よし、帝国に勝利を。こっち敵結構いるじゃん。もうやだな。父上、モンスターです。知ってるよ。私の番だ。よし、危険な。よいしょ。覚悟はできたか。私に任せて。はっ、私だってやれる。やった。危険な。あと一回。見ていろ、ジェラール。やだ、倒した。やはり戦いは好きではないな。うん。赤鉄の原石。で、両方いける。あ、なにこれ、緑色の。はぁ。で、セーブポイントね。一応セーブしとこう。多分こっち行くとボスがいて、じゃあ先にちょっとこっちも、今どこ向いてる？うん、一番奥まで見とこう。先手必勝。うん。できればひらめいてくれ。剣攻撃で何かひらめいた方がいいかな。ひらめかないな。こんな。うん。どう止めた。この調子で進もう。うん。あ、なんかある。なんかある。なんかある。三匹。よし。終わらせましょう。こんな。よし、私がすべきことは。えい。ライトボール。どうだ。覚悟はできたか。どれ。おいおい。ちょっとテレスがやばいよ。私の番だろ。私だってやれる。うん、回復して。助けます。助かった。傷口が一個しか残ってないんだから。私に任せて。こんな。覚悟はできたか。くれ。私の番だ。やった。よし。負けるわけにはいかないのよ。あ、ここにも宝箱があった。これは石の、うーん、また赤鉄の原石。どうでもいいんだけど、これは。でも念のためにもう一回セーブしとこう。やばい、さっきの回復は、この時のために取っとくべきだった。はい。じゃあ行くぞ、ウォッチマン。多分この先にいるはず。絶対ここにいるはず。あそこでセーブしたってことは、ボス戦だよ、ボス。さあ行くぞ。ん？ウォッチマンってウサギなんだよ。あ、あ、時計を持ってる。モンスターよ、構えて。そうか。ひらめいた。任せて。連携使えるんだ。どうしよう。
こっちがいいな。見ていろ、ジェラール。連携でライトボール。一気に攻める。これが私たちの力だ。おお。落としのボンだな。そうだ。こんな私がすべきことは。どっちが効くか。やっ。よし、どっちが効くかな。行くわよ。あ、違う違う術ライトボール。どうだこいつを狙いたい。先にこいつとか。よし、ライトボールと普通の技。どうしよう。ベアを回復したいんだけど。私の番。まあいいや。どっちが攻撃力か。攻撃力が威力10、どっちも10。え、才能。どうしようかな。投げ払い。私だってやれる。やっ。ジェラール。よいしょ。任せてくれ。あ、ベアがもうやばい。私の番だ。敵が危険行動を起こそうとしてます。ほお。あ。回復。これで頑張って。ありがとう。もうちょっとで倒すそうなんだけど。よいしょ。セイ、覚悟はできたか。セイ、何か様子がおかしい。やっ。セイ。あ、そういうことね。よし。あ、倒した。みんな。よし。ラビットフット、ラビットフットってなんだっけ。よかった、勝てた。この巣の後始末は城の者に任せ。これで当面はモンスターに攻め入られることもないだろう。よし、じゃあ城に帰ろう。そうと決まれば長居は無用だ。ビクトールのやつも心配しているだろうしな。帰ろう帰ろう。そうですね。早くアバロンに戻って兄さんを安心させなきゃ。なんかフラグが立ったような気がするさあアバロンに帰ろう。なんかここなんかある。何もない。こっからさ、このまま帰れるかな。移動。よし。ここらで何かあったっけ覚えてないんだよ、本当に。なんかね、昨日あの後調べて、全部俺確かスマホの方にも入れてたなと思ったけど、なんかいつの間にかスマホから消してたみたいで、まあもう一回入れればいいんだけどね。何があったのだ。何があったの。まさか、あれは、ビクトール兄さん。ビクトール、しっかりしろ。
何があったんだ。何があったんだ。父上、流し切りが完全に入ったのに。ビクトール兄さん。ダメだ、私を見ろ。目を、目を開けるのだ。ああ兄さん、これでビクトール兄さん。兄さんはこれで、これでいなくなった。パパはどこでいなくなったっけ。見たままを話せ。ビクトールの最後。アバロンはこの私が守る。あ、こいつか。クジンシーだっけ。我が剣、受けてみよう。ならばこれでどうだ。流し切り。え、おお、なかなかやるね。だがまだ若い。ああ、まだ倒れるわけにはいかない。LP がゼロになってもまだ生きてる。命に変えてもアーバロンは渡さぬ。それなのに、そいつは帰っちゃう。確かにソーモンのクジンシーだと言ったのだな。はい、町にオアイーブという魔導士が滞在しているはずだ。探してここまで来るように伝えるのだ。はっ、うん、クジンシー、許しておかんぞ。そっか、それでもやっぱりこういうのはなんかクジンシー、もうやんたなるよな。信じがたいが、ではどうやって。ある秘宝を、力を受け継いで。伝承。うん、ジェラールに。死ぬなんてありえない。そんなこと信じるものか。入るぞジェラール。お前が悲しみに暮れていてもビクトールは喜ばん。ジェラール、行くぞ。弔いが戦だ。はい、だな。さあ行くぞ。あれ、新たなロケーションが解放されました。ね、そうもんね。はい。けれど、とりあえず、また今回は、この辺で一旦終わりにしておこう。どっち行くんだっけ。違う。あれ？こっちだ。はい。というわけでね、今回この辺で一旦終わりにします。もうよかったらね、はい、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ここでセーブだよ。Shoot.
ね。